はい、こんにちは、花です。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日のテーマは、オリジナル記事をサクサク執筆するための方法ということで、5つの方法をね、コツを、ご紹介したいと思います。記事作成とかライティングのお仕事で結構オリジナル記事を書いてくださいというふうにおっしゃるクライアントさんいらっしゃるんですけど、まあ、オリジナル記事って言っても、要するにコピーじゃなくて自分なりに自分独自の記事ということですね。まあオリジナリティのある記事ということになるんですけれども、それを作成するためにはどんな風にやっていくべきなのか、どんな風な作業をねするべきなのかという点でお話ししたいと思います。これはライターさんだけじゃなくて、ブログを書いている方、ブログ記事を投稿するときにも役立つコツだと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、まずですね、オリジナル記事を書くときにまず行うのは情報収集だと思います。情報収集なしで自分の体験談ベースだけで書くという方法もあるんですけれども、やはりね、ネットからの情報で、いろいろこう根拠を引っ張り出してきたりとか、データを探したりとか、そういう作業はね、ブログ記事であったとしても必要なことが多いと思うんですよね。それで、まずやる作業というと、ネットとか、書籍とかで情報収集をする。そして、その時に気をつけたいのは、複数ページを参照するということで、必ず一つのページだけを読むのではなくて、複数ページを参照して読み込んで、そこから記事構成のイメージを作り立てます。そして、その次に、行うといいんじゃないかなと思うのは、対象読者をイメージすることですね。誰に向かって書くのか。これはライターさんでもブロガーさんでも同じでですね、クライアントさんによっては、こういう対象読者のを想定して書いてみてくださいというふうに、指示が入ることもあります。で、対象読者っていうのは一体どういうことなのかというと、専門用語ではペルソナと言ったりするんですけど、大体その対象となる方が男性なのか女性なのか、そして年齢層は大体どのくらいなのか、20代とか30代とかね、40代以降とかありますよね。あとは属性とかですね、職業とかですね、主婦、もしくは、例えば会社員とか OL さんとか、独身女性、既婚女性、子持ち、子育て中の方など、こんな風にできるだけ詳細にこう対象読者をイメージすることで、その人に向かって書くということで、メッセージが伝わりやすくなるので、より良い記事が出来上がると思います。最初のうちはね、そう言われても、なかなかちょっと難しいなと思うかもしれないですよね。そういう時は、例えばという案なんですけど、身近な人をね、想像してみる。例えば、自分の近しい友達とか、あとは昔のクラスメートとか、そういう人を想定して、その人に向かって記事を書く、メッセージを伝える、何か、これがいいんだよとか、こういう情報がいいんだよとかいうことを伝えようというふうに、そういうスタンスで書いてみる。そういうのもいいと思います。あるいは、過去の自分に対して書いてみる。過去の、例えば20代の頃の自分、3年前の自分、5年前の自分に向かって、あの時の自分だったらこういう情報が欲しかっただろうなというふうに書いてみる。そういうやり方もね、いいと思います。そして、ペルソナが大体ぼやっと決まったらですね、さあ、じゃあ見出しを作りましょうという話で、やはりね、記事を書くときに、文字数にも、確かに文字数にもよりますけれども、大体の場合は見出しタイトルをつけた方が書きやすくなります。で、話の構成というかね、話の筋も、自分にとって書きやすくなりますし、流れがつかみやすくなるので、まずはね、見出しを作ってみましょう。見出しのタイトルを書き出してみる。もちろん後で変更できるので、暫定的に見出しタイトルを、いくつか
ま、文字のボリュームによるんですけれども、3つから5つとか8つとかね、その辺の、適当に、書き出してみましょう。そして、そういうことに、それをすることで記事の流れをつかむことができます。で、できればですね、よく文章を書くときに序破急とか起承転結とか言われるんですけれども、こういう流れがあると、なんとなく記事全体が締まってくるんですよね。そして、意外と大切なのがまとめと導入文なんです。で、見出しタイトルをつけるのもそうなんですけれども、もちろんね、見出しタイトルがあって、本文があって、本文がメインなので、本文がね、きちんと書けてなくては、あまり、いい記事とは言えないんですけれども、意外と導入文も非常に大切で、導入文っていうのは、その記事を、その記事メインの部分を読みたいなと思わせるための文章なので、とても大切になってきます。また、まとめもね、まとめというか、結論部分ですね。それがないと、ちょっと締まりがない文章になってしまうというか、ちょっともうふわっと終わってしまう文章になりがちなので、必要に応じてまとめを入れると。そういうスタイルで、作っておくといいと思います。で、冒頭でも言いましたけれども、複数サイトを参照しながら書く。最低でも4から5サイト、4から5ページですね、を参照しながら、こう、文字を埋めていきましょう。で、もちろん、いろんなサイトを参照するにしても、こう、自分の文章ですから、自分の表現を広げて、自分のボキャブラリーをね、総動員して、より伝わりやすい文章を書き上げていきます。これは複数サイトを参照するというのはコピペ記事になるのを防ぐという意味もあって、コピペ記事についてもこの、先日ね、動画でアップしましたので、そちらの方また見ていただけると役立つかなと思います。そして最後、5つ目のステップとして、全体的な出来上がりを見直しして納品、あるいは自分のブログに投稿という形になります。この見直しは必ず行いたいですね。やはり、プロのライターとしては、書きっぱなしではなくて、きちんと見直しして誤字脱字をチェックする。そして、最終チェック、変な言い回しがないかとか、ちょっと読みにくいところがないかとかね、丸とか点とか打ち方が間違ってないとか、その辺をしっかりとチェックしておきましょう。で、できればですね、書き終わった直後だけじゃなくて、できれば少し時間を置いて再チェックすると、より記事のクオリティが高くなります。例えば3時間後とかね、夜書き上げて、寝て、次の日の朝再チェックするとかね。そうすると、意外と、こう、自分の書いた文章ってどんどん忘れていくので、通常は。時間が経つと、より客観的に自分の書いた記事を、こう、もう一度見直すことができます。ですので、意外とね、最初の見直しでは気づかなかったことに気がついたりとか、そういうこともありますので。で、ただ、ブログに投稿される場合はですね、ブログは投稿した後でもいくらでも修正できるので、ある程度のクオリティでとりあえずこうアップロードしておいて、また後日それを見直して修正をこう重ねていくと、そういうやり方でもいいと思います。いかがでしょうか。今回は以上になります。効率的にね、オリジナル記事を作成するための5つのステップについて紹介しました。慣れてくればね、サクサク作業しやすくなってくるんですけれども、最初からこう自分のこうペースというか、記事作成のステップを、あらかじめこうテンプレート化しておくというかね、この作業の順番をある程度作り込んでおくと、もうそれをスムースに繰り返していけば、どん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 作業効率が上がってくると思います。で、このようなライティングに関することや在宅ワークについて、私のブログでも、
記事を書いていますので、もしよかったらそちらの方もちょっとご覧いただけると嬉しいかなと思います。ブログアドレスの方は www.writer-biz.com www.writr-biz.com です。ではまたよろしかったらチャンネル登録なんかもねしていただけると嬉しいです。はい、では今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。